なんか不思議な気持ちです、今私。まあそんな日もありますよね。最近は何でもないです。すごい、クマ黒い、ありがとうございます、ニョロさん。アリスの見逃した？そんなことないか。なんかか。あ、今日HKT フィーチャー日みたいなやつですよね。明日パーカー届くって早いね。やっぱ早めに注文してた人は早いんだ。ああ、やっぱり早めに注文しとくべきですよ、皆さん。何事も。カプセル投げたらアバターもらえますだって。ねえ、すごい。なんかいつもタブレットでしたら調子悪いから、もう最初からスマホで。配信してるんです。まあタブレット充電しなきゃいけないんで。もう本当か分かんないんですけど、でもそれ普通に考えてそうですよね。早めにっていうか早く頼めば早く来る。お昼はカルボナーラの人の残り食べました。多分そう、お腹いっぱいって言って渡されたの食べた。今日久しぶりの会だったけど見てなかった。確かに早いね、終わるの。全部は、あれか。本当や、明日全宿届くし、あ、やっぱ、早めに、あれした人は早めに届くのかな。
いや、めっちゃお腹空いてたけど、なんかめんどくさくて。発送通知は来てます。福岡の図書室行く人はよかったね。確かに。それを食べました、お昼はね。今起きたんですか？そうです、10分前ぐらいに起きました。久しぶりに朝を食べて、朝ごはんをめっちゃいい。なんか別に狙ったわけじゃないけど、食べたいもの集めたらそうなっただけなんですけど、あのなんだっけ、みおたんさん、くもありがとうございます。味噌汁と鮭おにぎりと野菜スティックっていう。バスローブなわけがないよね。なんか変にさ、斜めるからさ、なっちゃうんだけど、どうしたいの？これでいいか。はじめさん、くもありがとうございます。で、夜がサラダとゆで卵食べました。すごい。その何、斉藤飛鳥さんのなんかあれがある。この時間ないし珍しい。そうかな、割とこの時間じゃない？そんなことない？自分はぬいみんのアバターです。この間同じフェスに出てた。他のグループの子には会ってないですよ。会ってないね。一個前と一個後にされてたグループさんとはすれ違ったけど。タカさん、クマありがとうございます。真っ黒クマ。大丸で北海道物産、北海道物産って割と定期的にやってるよね、博多とかでもね。めっちゃイメージある。
すごい、ずっと投げられた。ああ、消えちゃった。ダメだね。その真っ赤首したくてしてるわけじゃないんだよ。お腹が空いた症状、確かにお腹空いてるかも。お腹空いてるかも。すごい定期的に丸いあれが投げられてくる。ハーツさん、クマありがとうございます。まあ最近はね、ショールームぐらいですもんね。その声聞けるの、公演もやってないから。まあ普通そうか。すごい、だるまいっぱい、ありがとうございます。なんであくびって映るんだよね、不思議だよね。不思議だよね。睡眠 vs 食べ物選ぶとしたら、自分のどういう状況によるかも。自分がどれぐらい眠くて、自分がどれぐらいお腹空いてるから。だからまた、本当に、あ、ちょっと食べないんだけど。サラダチキン作ってるな。いいね。なんかさ、絶対サラダチキンさ、自分で作ったがさ、安いしって分かってるけどさ、ちょっとめんどくさくってさ、買っちゃうよね。大臣、論理的回答。論理的か?花粉症はまあ多少って感じです。だから本気の花粉症の方々よりは全然。お姉ちゃんとお母さんがめっちゃ花粉症なんですけど、見てて辛そう。なんか薬飲んだらだいぶ違うって言ってたけど。ね、買うよね、サラダチキンって。もうめんどくさいもんね、作るの。手間が。手間っていうか、めんどくさい。今日は1時間もできません。なぜかというと9時からまたお仕事があるので。お仕事をしてきます。わ、焼きそば、あ、待って待って、焼きそば食べ、あ、どうしよう、待って、ダメだダメだ。焼きそばっていう一言を見て瞬間、その口の中は焼きそばになってしまった。焼きそば食べたい。普通に誰かが作った焼きそばでもいいんだけど。わー、 YouTube 見てた時もさ、たまたまその YouTuber の方がカップ焼きそばを映しててさ、もう焼きそば食べたくなっちゃった。
すごいゾノってゾノに見えた。焼きそばに入れる珍しい具材あります？ないです。お祭り行きたいな。屋台の焼きそばっていう文字を見て思った。なんかおみ焼きそばなんかいつだっけ、なんか作っな、なんで食べたんだっけ、家で食べた気するんだよな。でも今年はちょっとお祭り知らないですけど、今年の夏はちょっとお祭り増えそうな雰囲気ありません？そんなことないですかね。めっちゃ勝手になんか復活していきそう、ちょっとずつ。今年から知らないけど、冬と夏どっちが好き？どっちも好きです。どの季節も好き。でも夏ってなんか悲しくなっちゃう。そう、今年はドンタクもあるみたいで、ドンタクの時期にね、広告選抜のあれも出るみたいで、なんか増えそうだよね。わかんないけどね。頑張ってくださいって。ありがとうございました。まあ、プロダクボクミョンはトップギスンちゃんがお祭りの屋台するのは何のお店でしたい？何がいいかな。めっちゃ売れるやつがいいな。でも無難なのは嫌じゃん。なんか屋台で見たことないようなやつを出したいです。何があるかな。最近、あ、リンゴ飴食べた昨日。ゆゆんちゃん、クマありがとうございます。ありがとうございます。最近じゃがりこの肉肉肉っていう味、肉肉肉肉みたいな味があるんですよ。それが美味しくってハマってはないけど、一回食べた時に美味しくて、この昨日カメラマンさんがホワイトデーって言ってたくさん、ね、持ってきお菓子を持ってきてくださったんですけど、その時もそのじゃがりこをね選びました。肉肉肉みたいなやつ。めっちゃ美味しかった。佐賀にしかないお祭りなんて、絶対ない、そんなの。あとね、あれが美味しかったんだよね、チョコのね、濃厚バターみたいなやつ。もうめっちゃバターなの。一口目はバターって思うけどね、噛めば噛むほどめっちゃバターの香りがファーって広がる。なんだっけ、あれどこのチョコなんだろう。チョコがあるんですけど、普通に板チョコみたいな感じで、あれは食べた時衝撃受けました。友達に買ったもん。
コンタロさん、タワーありがとうございます。え、こんなんだったっけ、タワー。なんか変わった、なんか変わったよこれ。こんなデザインだったっけ。ありがとうございます。今日も今日とってお仕事お疲れ様です。自分は遠征して福岡のラーメンとうどん食べる。いいよね。いや、何が食べたいかな、一番。みなさん、たくさんギフトありがとうございます。あ、マックのてりたまも食べました。チーズてりたま、めちゃめちゃ美味しかった。結構食べてる、いろいろ。チーズてりたまにした気がする。あれ、ソースが美味しいよね。ベーコン。スナが好きな福岡グルメ、え、なんだろうな、何があるかな。逆に何がある、福岡グルメ。ラーメン、うどん、焼き鳥、めちゃくとか。そんなもん。え、なんかすごい急にコメントがとハートが。カロルスさん、すごいハートありがとうございます。福岡はラーメン屋よりもうどんが多い。え、どうなんですかね。そう、割と天神とか博多めっちゃラーメン屋さん見るけどね。もちろんうどんもあるけど、割とあちこちにラーメン屋さんあるイメージある。さーちゃんは大分行ったことありますよ。焼き鳥は何が好きですか。なんだろう。何かな。でも絶対頼むの、あ、砂釣り頼むかも。絶対。まあ、あとはそこにあるメニュー。でも最近多いのはつくねをさ、卵黄を別に持ってきてもらってつけて食べるの多いですよね。それ絶対頼んじゃう。砂釣り大好きです。そのジョリアでキャベツが出てくると、ああ博多来たって感じる。博多だけなのかな。別に佐賀も出てる、出すけどね。九州とか別にそういうことじゃない。豚バラは頼まないですね。焼き鳥と冷たいビール最高。
そうちゃんお酒飲めるの？飲めますよ。ぼんじりは必ず頼む。そうも最近ぼんじりの美味しさに気づいた今日この頃。あ、でも豚は出てないんですよね。九州だけなのかな、豚バラって。まあ確かに言われてみると焼き鳥屋さんに豚出るんだって感じだし、確かに焼き鳥屋さんの肉ってもうほぼほぼ鶏だわって思った。まあ確かにそうですよね、焼き鳥って言ってんのにって話ですよね。あさって福岡行くよーって。土曜？握手会の会場に豚肉の焼き鳥を売ってた記憶。え、それはどこの会場で？ちょっとさ、コンタクトでさ、なんか今すごい目なった気がする。なんか痙攣起こし、もうダメだ。前髪伸ばしてないです。明かりと横浜のキッチンカーだった。へえ。前髪はね、全く伸ばしてないですよ。キッチンカーとかあったよね、ほんと。懐かしいよ。9時からなので40分過ぎに終わろうかなで、ちょっと寝ようかな。ちょっと寝ようかな。ちょっと寝てからお仕事しようかな。ソロちゃんの配信お腹減るから始まる前に食べててよかった。なんで？まあそうだよね、だいたい食べ物の話してるよね。さっき起きたんですけど、あのちょっと寝ちゃったら起きな、なりません？なんか、あ、寝なきゃよかったって思うこと。なんかお腹空いてる時もさ、ちょっと食べたら余計にお腹空いちゃうみたいなあるじゃないですか。それちょっと睡眠したら余計に眠くなっちゃうみたいなね。ねん、ちょっとだけ寝る、まあ可能ならば5時間ぐらい睡眠。いや、あー、でもその今日やらなきゃ、夜な夜なやらなきゃいけないことがあるので、もう今のうちに睡眠しとこうかなと思います。今日のアイシャドウいつもと一緒でも一日メイクしたか割とも落ちかけ。あ、でもちょっと涙袋だけ違うかも。いつもだってさ、今寝てもさ、じゃあ
8時半じゃん。8時半に寝ます。5時間、5時間睡眠できれば十分でしょ。9、10、11、12、1、1時には起きれるんだよ。1時からやれるんだよって考えると効率よくない？よくない？よくないのかな。どうなんでしょう。まあ人間ね、人それぞれですから、どうあれするかは。その無理なんです、30分睡眠とか。寝ちゃうんです、もっともっと。それならボーンって、もう椅子のことを好きに寝て起きなきゃいけないんですよね。なんか30分睡眠とかだと、あとちょっとって言ってまたこうやってまた寝て、あとちょっとが続くんですよ。で結局30分睡眠が伸びるから、もうそれならもうボーンとね、大事よ、大事よ。でん、その15分だけとか無理なんです。もう15分だけ寝ようって決めた時はもう、まあ、一応15分だけの時はそれはもちろんありますけど、やらなきゃいけないとか家でなきゃいけないとか。でもちょっと15分ってな、まだ自分の今後に余裕がある時はちょっと15分ってなって起きて、あとちょっと、あとちょっとの繰り返しをね、ずっとやっちゃう。もうドーンって寝たら絶対効率いい。15分後寝ようって思ってアラームかけても、で本気で本当に眠くないとさ、寝つくのって結局5分後ぐらいだったりするじゃないですか。で結局そんな寝てないみたいな、とか寝つくのに結局何十分もかかっちゃうみたいな。うわー、でも人間の仮眠時間ってどれぐらいがいいんだろう。まあそれこそ人によるのかな。移動中は寝てることが多いな。え、もう本当に日によります。飛行機ももうずっと寝てる時もあるし、もうずっと起きてる時もある。一睡もせずにずっと携帯見て、夢とか見る人見ます？めっちゃ見る。この間なんか歌番組の収録みたいな、夢の話ですよみたいな感じで行って、でもそれで何も知らずに行くそのもバカなんですけど、歌番組の収録って感じで行って、でもそのは普通に多分 HKT の曲をやるからのかなと思ってたら、まさかの TWICE さんのアルコールフリーっていう曲をやるみたいな。でみんなもう踊れんの。え、待って、私聞いてないです、知らないですってなって、まあ夢の中だからさ、もう夢の中の話だからね、もう現実じゃないから、その人の性格とか関係ないから。メンバーももうワンツーマンで教えれないみたいな、一回見て覚えてみたいな。いや無理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 と思いながらも、あの振り返見てちょっとずつ覚えて、あもうそれ無理だと思いながら待ち時間を過ごすっていう。夢を見ました。
なんだろうね、多分寝る前とかに聞いてたのかな、動画見てたのかもしれない。好きなんか踊るってなって、多分なんか違ったしね、本家とっていう最近の夢です。意味わからんでしょ、16人で踊るってね。まあまあ夢なんで別に何もあれなんですけど、やっぱ覚えなきゃいけないことが山ほどあるから、多分これは自分から自分へのメッセージですね。早めにやれと。いうメッセージなのでしょう。やりますよ。今からのお仕事はきっと皆さんが楽しみに、楽しみになるだろうっていう感じです。ですさあちゃんポジションスライドアップしてるから、不良部屋に、いや、ちょっとめっちゃ不良部屋悪いですよ。その、無理、本当に無理。本当に覚えられない、不利。何回も言ってるけど。そのね、こういう話をするとね、絶対こういうの来るんですよね。でもそれとこれとは話違うんですよ。話が違うんですよ、また。ね、本当は今日そのお仕事が終わってショールームやろうってって思ってたんですよ。けど何時に終わるか分かんないから、多分普通に12時前には絶対に終わるんですよ。10時11時、なんか時間何時からっていうお知らせが確実にできなかったから、8時からにしました。まあたまにはね、たまにはっていうか、まあまあ別に、逆に10時11時の11時ぐらいからそのがやることの方が珍しいんですけどね。全然会議とかじゃないですよ。お腹空いてない？大丈夫。お腹はすごく空いてます。今すっごいカップ焼きそば食べたくなっちゃった。45に終わろうかな、かな。人が作ったのが食べたいかもしれん。今日5歳の子が一生懸命包んでくれた餃子食べて、
なんちゃんってコーヒー飲む？日常では飲むな。カフェ行った時とか飲むけど。ドゥドゥドゥ。め。ちょっと涙袋を。が私の大事な場所、作るイプラーだって。へえ、ありがとう、カオさん。見た、まあ、じゃあその本当に涙袋を作らないと。僕作ってるんですよね、多分。左目は普通にあるんですけどね、右目の涙袋があんまなくてね。作ってます、作って、まあもともとあるんですけど足してますね。アイラインはちょっと今日は短めにシュッとしてます。いつもは割と鼻上げるんですけどね。そのは割と眉毛とアイメイクにこだわってるかもしれない。誰でもか。よし、終わろうかな。終わろうかな。前髪はバツにしたい。昨日切ってもらえばよかった。まあまたね、もうすぐ会うんでね、メイクさんに切ってもらいましょうね。前髪はまあ伸びたら伸びて、あ、やばい、めっちゃコンタクトずれた。あー、ちょっとやばいかもしれない。あ、目になんか入ってんだわ、コンタクト取っちゃった。やばいやばい、早く読まないと感謝する。え、コンタクト取っちゃダメじゃん。あー最悪、ちょっとやばいやばい。一人やばい、焦ってる。13位アビケンさん、ありがとうございます。12位中村拓さん、ありがとうございます。11位タカさん0925さん、ありがとうございます。10位はじめさん、ありがとうございます。9位ニョロさん、ありがとうございます。8位ダグエンバーさん、ありがとうございます。7位カウロスさん、ありがとうございます。6位ユンユンちゃん、ありがとう。5位ミオタンさん、ありがとうございます。4位ハーチさん、ありがとうございます。2位佐世保のてっちゃんさん、ありがとうございます。1位ポンタロさん、いつもありがとうございます。すごい、バカなのって言われちゃった。すごい、なんか結構ぐさっときた。じゃあ皆さん、短い配信でしたがありがとうございました。何が入ったんだろう目に。やっぱめっちゃ乾燥してる、コンタクトが。それでは皆さん、バイバーイ。